本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小流祭です。本日は、うちのショーは尻尾がない。第6話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。客は食い物ってまた、おおこれエンディングじゃん。はい。おおトントン拍子っすね。 教会ってあるんですか業界協会うん。はい。あ。あ、これ。うん。前回のおさらいですよね。うん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 。あれは、その教えてくるんですかね落語協会ですかこの時も。うん。うん。 ありましたねーっていうね。はい。これ前回のおさらいがここに挟まるのはなんかあんのかなわかんないですけど。うん。これなんかここが転換点になってとかうん。でしたね。なんかあんのかなわかんないですけど。前回はあれですね。やっぱ小糸さんすごい 人気というか、うん。わかるわかる。わかるし、結構いろんな方まだ残ってらっしゃいますね。点数相変わらずね、低いまんまなんですよね。これ謎なんですよね。この先そんな低いかっていうね。わかんない。ジャヒー様もね、終盤でしたからね。ずーっと低迷していてね。わかんないですけど、やっぱすごい、その、 順位付けというか点数付けするマイアニメリストとね、これの違いを何回かお話ししますけど、レディットで、レディットではあんな違うかっていうぐらいね。うーん。なんでしょうね。これはやっぱり独特な立ち位置の作品だから、例えばその異世界シリーズってありますけど、 異世界アニメシリーズは成立しますが、落語アニメシリーズはなかなかね、よく出てきますけど、この作品のディスカッションでは、昭和元禄落語真珠でしたよね。うん。と、これぐらいなんですよね。実はね、女子落は上がってましたけど、名前。うん。<laughs> 女子落は落語アニメじゃねえだろっていうね。落語はあくまで、これはね、なんだっけな。 何として言われてたかなバックグラウンドだったかなうん。なんか、そのぐらいで使われてるだけでっていうね、話だったんで、やっぱり、すごい、その、点数をつけようと思っても基準がないから、いや、うん。比較対象が SGRS ぐらいしかないから、それに比べたら低くなるってことなのかなすごいね、温度差激しいんですよ。 マイアニメリストとレディットでの。まだレディットではね、この人残ってて、とか。一応ね、向こうにも投票システムあるんですけど、あんまり積極的には使われてないし、話題にもならないんですが、高いのは高いんですよね。そんなところにも違い出てるんですよね。さて、客が来るものってすごいなんか。お、お、お、やってん。やってるし、 すごいなぁ。頑張るなぁ。うん、意外だわ。これ。はぁ、あ。そうなんだ。へぇ。か、はい。すごいな、お前。覚えんのまあ、そうなんですよね。朗読、朗読じゃないってね。シララさんに群れてます。なんだろう。客は食い物ってすごい、ね、サブタイ。えぇ<っ> はい。あ、しゅ、あ,あそうなんだ。そういう、うん、そういう敷たりとか、はい。人気がある。教会、やっぱやたら出てくんな。ああ。へえ、はい。ああ。やっぱこういう後押しがあるんだな。よかったっすね。仲良くしといてね。私も思います。うん。まあ、前座だから焦げてもいいんすかわかんないわ。 どのぐらいその厳しい心構えでいないと、いけないかが想像つかないんで、まあ本人はじゃあ大丈夫っすね。うん、全然ビビッともないし、俺の試合が来たと。ダメだわ。さすがですね。うん。まあわかんない。前座だったらね、焦げて当然ぐらいの受け止め方の時もあるでしょうし、あ、すげえ あの掛け声って声上がってくれ。大黒まめだじゃん。お前、いつの間に大黒艇な、はいかん。え、あ、すごい、師匠と、はい。これ、はい。あー、弱いなぁ、うん。あー、あー、あー、あー。 はい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 。これは意外だったけど、まあ、豆だは豆だで、あの、里でのね、うんうんうん、トラウマがありますしね、夢だったんね、うん。でも最初が、序盤が上手すぎて、そういう意味で夢かと思いましたけど、まあ夢じゃないとあんぐらい極端な、おでも、それも、 ああいう悪夢を見るのって芸人になるのすごい大事らしいですね。まあ人によるでしょうけど、結構、私が好きな芸人さん、ねこれは、うん。好きな芸人さんとか、力あるなと思ってる人の逸話でよくある。い、どんだけ芸歴重ねても、滑る悪夢を見る。でもそういう人じゃないと、うん、<laughs> いつまで。 まあ、はい。<laughs> 完全に、プレッシャー。完全にミカんだけどね。うん。でも、客は食い物だと思え。ねえ。あるある。なるね。うん。お、誰だラクダさんかあ、ラクダさんか。へえ。はあ。ねえ、ラクダさんというか、うん。 黒駒の大阪支部でしたっけあれやっぱ椿なんすかね椿、家、だからか、かはん、あ、はんはんよくあれね、あんなことやってられますよね。黒駒の皆さんは大さ、大阪、元気ない。大阪まで来て、心配なんですよ。一丁前に。うん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 。まあこれは意外だったけど、 これは芸人として伸びるし、ですね。だし、そんだけ真剣に考えてるってことなんで、そこは帰ってね、をちょっと見直すべきところ出てきたなーっていう感じがします。全然軽く考えてないんだなー。ちょっと、今は仕事に集中してくださいね。でも、ああいうのもちゃんとできるようになってんだよなー。いつの間にか。うん。<laughs> さっきの異性は、 どこに行ったんだとかね。そういうことを何回も行ったり来たりしながらね。うん、うん、うん。誰この人はい。まあ、小屋の人でしょうけどね。誰かなんかだ。誰か関係者なんだろうか。はい。全員そうでしょ。舞台に立つ人はさ。うん。 あ、<laughs> お前なあ、うん。これは、うん。まあ、なんでも怖く見えるってことありますけど、こいつの場合、だいぶ極端に、うん。だいぶ極端に出ますね。あ、これか、サムネの、うん。うん、うん、うん。なんでもこう見え、っていうやつですよね。うん。 こいつはだいぶ極端から、うん、極端から極端に触れますね。まあ、はい。あ、だから、あのー、サムネは、野菜にこの顔が簡単かな。客は食い物だと思う。客、うん、よく人を食ってるって言いますけどね。客に食ってかかるくらいちょうどいい。<laughs> シララさんよくそれ我慢してますね。私ならぶん殴っても。<laughs> あんた大丈夫なんですか <laughs> 今かけてるだろうが。バカやか。シララ。ふざけんなお前は。こいつはどこかこういう時でもいまいち真剣に。うん、まあそうなんでしょうね。よかったなシララさんにはこんなこと素直に相談できてな。 逆断じしよう、えー、そうそなんだ <laughs> ずっと目つぶってる豆だ。よかったね。うん。それは間違いないと思うな。思っ、はい。<laughs> ず、甘っ。<laughs> いい感じだったのに。ずいぶん甘いっすね。豆に対してね。うん、こいつ、なかなか、穴、 え目から何わからん。うんうん。なんだ今思い出さなかったなんか、響いて。はい。そうなんですよ。はあ。なんか困りますはい。そのまま食べちまえばいいんじゃない <laughs> はい。最初の頃天下取ったみたいなね。 おお。まあ、これは師匠がどう、はい、お答えになるかは、ちょっと楽しみだなうん。これはもめた得のなんかあんのかなうん。うん、ふんうん。あんな、はい、師匠が。え師匠な、があんな反応されるなんて。うん。 意外だったわ。わからん。<laughs> それだけですか、師匠。うん。これは恐ろし、っていうぐらい師匠は、ほっとけば治る、うん。<laughs> 師匠すねちゃったよ。ああ、これは、うん、ちょっとびっくりしたね。師匠意外とそんなに、まあね。 ね、これね、あのー、ずっとですけど、当時の二人と、っていうか登場人物と、現代版のにあってるんですよね。<laughs> いや、叫び持ってんのがさ、うん。それ何サイダーじゃねえかよ。未成年じゃなかったっけとかね。たぬきのねれ、心配しましたけど。ははっはっはっは。そうっすね。 サイダーでどうやったら酔っ払うんだろうな。ああ、でも、うん。まあ、この時でも、うん。これは、どえらい食い違いが起こりましたね。うん。<laughs> まさか、うん。師匠があんな反応されたのが意外でしたけど、 それが実態はあの程度のもんで、まさかこんな大きな誤解を、なんだこの花、はい。はぁ、はい。ああ、なるほどなるほど。うんうんうん。一回思いっきりなんか緊張するような恐ろしい状況に飛び込んでみて、肝を練るっていうのは、ああ、あれよな。 えらいぞ。とりあえずいろいろ考えてるし、常に練習してるし、なんか耳に、ああいいですね。うん。ありがとうございます。いや、それこっちのセリフなんですよ。うん。あんたらよくそんな好き放題、や、やってられますね。信じらんねんだよな、これ。うん。いくら関東に対かの一つ、黒駒だかわかんないですけど、 大阪はじゃあ舐められっぱなしですかこの辺のもんは。うん。ああ。そういう話、うん。<laughs> 関係ないとし、知りやいなよ。はい。うん。度胸の付け方を。あ、うんはあ。ははあ、なるほどですね。うん。いいとこ選んだな。うんうん。<laughs> 師匠は何も、うん。よくしてますね。師匠。まあいいじゃないですか。聞く。はあ、ラクダじゃなければ何が。祭りね。はあそうなんでございますよ。うまいぞ。豆だ。とりあえずシララさんの名前出しとけば何でもなるけど、これはね。 あんまり調子乗って使え、は <laughs> ジョレ。すごいな。うまいな、豆だ。こういう時は、本当に、うん。この辺の意外な才能は、どうやって磨いたのか知らないですけどね。賢いですもんね。ああ、すごいな。このシララさんを散々聞いてるからな。うん。おそろそろやってんじゃないよっていう。うん。全然違うな。 張りがすごいですもんね、シェララさんのはね。張りも半端じゃないし、見 <laughs>、客は、お前を見に来てんだろうが、お前を含めだけどさ。はぁ、あ、面白いことを言う。ふーんなるほどね。うん,ふ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 んほ。うん、うん、うん、うん。こ、うん。 へえ、これはちょっと、どうすんだろうなぁ。面白いなぁ。うん。ふ <laughs> ラクダさんがこうやって一応付き合ってくれてんのもなぁ。うん。まあ、忙しいのは実際そうなんでしょうしね。いくら白田さんの間接的なためとはいえ、よくやってくれんなすごいっすよね、この表現力。うん。 チララよりはるかに、素人が恐る恐る、おっかなびっくりやってる風に、やんなきゃいけないっていうのを、やろうと思ってできるかね <laughs> よく、これはラクダさん無事切れてもおかしくないと思いますよ。普通の人でもね。あんたみたいにすぐ手が出る。あははよく付き合ってくれるのはなんだこの根性は。うん。 この辺は中途は、うん、中途半端にしないところは、うん。とりあえずやると言った以上は、なのかな。うん。まあそうね、これはちょっとあるな。ラクダさんの怖さと一般客の怖さとちょっと違うからな。うん。極道。うん、極道ではない。うん。まあ極道から教えていただくこともたくさんあるでしょうね。 はい。うんうん、うん。うんーん。<laughs> なるほど。なるほど、なるほど。うん。うんうん、うん。うおやじ。ほう。はい。黒駒のおやじか。えー、なるほど。 だ自分の腕を信じないってことは、それを育てた師匠を信じないってこと。うん。ねえ。でも、こ、うん。こいつのね、親父、うん。この師匠は本当にね、だし、うん。 この師匠はちょっと普通と違うからな。ただ落語だけじゃないですもんね。うん。落語をやりながら、豆田がその背後で背負ってるものまで知りながら、そういうところまで把握し、気遣いながら指導してくれたので、まあ、落語家としては当然ですけど、たぬきが化けて落語をやってる豆田っていう、 この特殊な身の上に合わせて、諸々教えてくれたんで、ただの師匠よりは重い。おう。うん。前座です。うん。そうみたいですね。ただ、あれはちょっと前、ん前回えこれさい、さっきのあ、 直後の花うん。お揚げの味噌汁が、お揚げお揚げは確か、ディープライド豆腐スキンです。長い名前になるんですよ。うん。いいぞ。豆だ。その心構えだ。よく師匠の言いたいことが、そこまで伝っていたな。もうお前に。 うん。あらー、粋ですね。まあ、そのでもこれはちょっと意外なぐらいでしたわ。うん。これちょっと意外だったんですよね、師匠ね。あんなに硬くなってて大丈夫か、でもないし、うん。じゃあ、こうしたらええとかでもないし、 とりあえず本番やっちまえば大丈夫って感じなんですかね。へえ。で、これ今回出てこないんだ。次回かわかんないですけど。これは意外だったな。あ今回何の話もなかった。初めてじゃないですか ?6 話にして。6話もう6話早いっすね。半分でも、 あれ、尻尾なって13話あるんしたっけね。確か。まだ半分じゃないけど、いや、よかったな、長いセリーズで。これちょっと意外ですよね。ねえ、先ほども申し上げましたけど、あと前回でね、上がったとはいえ、ランキングであの順位とか、まあ、いろいろあるんですけど、この作品は、ただ、すごい力入ってて、 あの、ポニキャンさんのね、公式 YouTube チャンネル私登録してるんですけど、この作品の、諸々ばっかっすよ <laughs>。そのぐらいね、今季は、今季はしっぽなんなんですよ、ポニキャンさんとか。だから多分、ソニーピクチャーさんとか、あとそう、戦隊さんがね、この作品担当されてるんですから、海外では、うん。やっぱ、その、うん、まあね。 この作品が今期の派遣とかじゃないんですけど、すごい大事にされてる作品ではあるんだよな。愛好家のファンの皆さんもね、いらっしゃいます試合よろしくお願いします。今回なんすかね、お話しなかった。うん。あはい。おこれついに、うん。ここで取り上げられる。そうなの全然知らんかったわ。は うん。地獄は行くけど、極楽はわかりません。うん。東の、<laughs> おなじみの二人がいるの上方落語には。へえそれも知らなかったわ。八地さん北さんみたいなもん。別に江戸落語にはそういう二人、いるのか、いないのか。へえ。うん。はい。あー。だから人揃い出てくるんでしょ 神方落語に、うん。ハリセンス、うん。兼題、表紙、ハリセンス、はい。うん。うんうん。なるほど、なるほど。だから、落語、中沢になる前に最低限できなきゃいけないことが、うん。全部あるんですね。うん。ああ。うん。本編のそろそろより,よりは、 晴れてるんだよな。これが本番で、これね、そう、私もね、うん。ウイロウリはね、頭に入ってんすよ。で、発声練習とか、仮説の、を、仮説の練習に使ってるんですけど、やっぱあるんすね。落語の世界にもね。うん。まあ、ウイロウリだけね、 とりあえず覚えとけばいいでしょうけど、あと関西弁じゃないからな、私はね。でもやっぱあるんすね。やっぱね、前座は滑ってなんぼぐらいにかもしんないなと思っていたら、初めの一歩は転んでなんぼうん。まあ、やっぱそうなんでしょう。ってことは次回あるんすね。記念すべき本当に尻尾なんの尻尾でおっしゃってた豆田さんの初舞台ですね。東の旅発端か。ね、あれすごかったっすよね、その、どのぐらいの習熟度と自信を背後に やってるかっていう、その、そっか。私、1、2話の時ですね。この作品が、私が真央さんの声の演技を聞きっぱなしになる初めての作品なんですよ。ね。土主人公でしょ。<laughs> でね、これも1話か2話の時に申し上げましたけど、確かに邪神ちゃんでは、毎回のように厳密に言えば聞かせていただいておりましたけど、ちゃんと人間の言葉を真央さんの声で演技力わかる形でお聞きするのは、この作品が初めてなんですよね。 でやっぱすごいっすね。あれやっぱりシララさんのリンさんもすごいんですけど、そのリンさんのあの、達者っぷりからどのぐらい下げるか、素人方面に。っていう、まおさんのあの、段階調整の見事さね。すごかったですもんね。最初の東の旅ったバイマメダは腰引けてましたもんね。とかね。だから次回で本当にマメダの本気の東の旅ったが出てくるし、これまでね、 特にシェララさんの何回も聞いてますんで、で、今回、そっからだいぶ交代しているマメダさんの練習時点での様子を見てますんで、さあ、どのぐらい化けるか、それこそ、字がわかんのかな、っていうね。まあ、それ以外にもね、あれ面白かったですよね。ラクダさんとああいう形で、つながりというか、顔見知りになっていって、なんやかんや、お互い文句言いながら、相手のことも考えながらね、ああやってレトリしてんのは、 うん。面白い構図でしたね。だったりとか、あと師匠がね、全然心配されてなくて、なんで、あのー、なんか、うおさおをしたり、いろいろ悩んで、試行錯誤してるのも、全部マメダがね、一人でやってんすよね。あれは意外でしたわ。まあこれまでがね、その、まあ豆田はどんぐらい自覚してるか、わかりませんけど、師匠に散々ね、教えてもらって、まあそういうことは、手取り足取り教わるんじゃなくて、 で、自分で掴んでいって、で、次回その成果がどういう形であるのか分かんないですけどね。それがあるならどういう形になるのか見ていくんじゃないかと思いますけど、まあそれ以外にもね、また前回から今回までの間に色々ありましたんでそちらをご紹介していきます。うん。相変わらず翻訳字幕関連ですけどね。あのー、ハマチメジロブリね。改めてね、一覧が出てまして、やっぱり全部日本語のローマ字書きです。オープナー。うん、oh,。フォルフレッジ。 うん。このフルフレージっていうのは、えー、羽毛が生え揃えた。で、よく使われるやつです。一人前とか、一人立ちとかいうときには、よく使われる、フルフレージ。で、真打ちが、ストロールパフォーマー、か、ですって。<laughs> で、その前に、やず、豆田。<laughs> 豆田は豆田なんだ。まあ、そゃそうですよ。その、格じゃなくて、豆田は豆田でしかない。あと、し家さんの、あの、お名前の読みね、出てましたね。ふみとカツラ、福助、人教、白鎮とかね。いろいろです。 で、あの、豆田さんの変身時の受け答えですね。三味線に化けてるんで、ベベンベンベンで返上するんですが、あれは字幕はね、トゥアング。そう言うんだ。言語とは。これは。なるほど。で、思わず漏れてしまう、ポンは、プーフ。うん。プーフは、マイク使われますけどね、あの、手品とかでなんかが消える時のオノマトピア。 かなまあだからこれは変身が解けるときのが出てしまったと。まあ細かいですけどね。そういうことがありました。あとゲザーどうすんのかと思っていたら、あれがね、アコンパニメントになってました。うーん。伴奏っすね。なるほどなるほど。あと辻浦は翻訳されてなかったんで、単にあの、フォーチュンを見るになってまして、辻浦みたいな占いの方法は向こうにはないのかな辻浦。お、英語版あるぞ。<laughs> 英語版、辻浦じゃん。 いや、それさ、うん。でしたね。これ難しかったよなぁ。まあなんで、あのー、お話の題の辻浦茶屋は、これもやっぱりそうすると、と思っていたら、これマジで辻浦茶屋になってました。なんでその、辻浦っていうのが占いの一種なんだというのはね、わかんなかったんですけど、まあこれはしょうがないですね。というようなことがありました。あとですね、えー、ニコニコ動画の方ですね。 相変わらずこの作品ではね、たくさんの再生といいねをいただいております。ありがとうございます。で、海外の反応なんですが、うーん、リアクションはそうですね。相変わらず探し続けはしますんで、もし見つけたらご紹介することもあるかもしれません。で、ディスカッションです。前回ね、結構、顔ぶれが結構意外だったりとかしました。レオン・ケーフラーさんね、まだご覧になってんだな。ありがたいわ。 まあね、前説を切らなかった人ですから。信頼と実績のレオン・ケブラーさんか。エピソード・アイ・キャッチ。ということで、払えてますね。じゃあ、小糸は、マメダがタヌキであることに気づいていたが、目が見えないので、マメダがずっとタヌキの姿を教えると思っていたんだね。文庫が狐であることには気づいていないみたいだけど、これはわかんないんだよな。小糸が黙っててくれるつもりだと、わかってよかった。もちろん、 ただではないぞ。黙っている代わりに、小糸は豆田の狸の尻尾をもふらせてもらったし、あれならいつでもできると思われる。小糸のシャミセが壊れるや否や、これは豆田がその人差をに変身することに繋がるのが分かった。すごいですね。豆田の集中力がどれぐらい上がったかを示すのに、もってこいの方法だ。今週も落語の上演は楽しかった。シャミセが引かれている脇での文庫と小糸のやり取りは本当に面白かった。落語家が演奏者と絡む落語を見たのはこれが初めてだ。 私もそうですし、やっぱ、その、髪型落語っていうのは、ああいう舞台装置多いんすね。エド落語はほとんど見ないですもんね。あの豆田が集中力を維持しようと必死になっている最後数分のところは、少しほのめかすものがあって、それはこの作品にしては意外なほどだった。ね。これは明らかに暗示したいものがあるなーっていうね。とうとう豆田が声をこぼした時、文庫がすぐにさばいてくれたのはありがたかった。 でね、メクララパンさんまだいらっしゃいますし、なんて愛おしいエピソードなんだ。はぁ、あ。愉快で、でも感動的で、圧倒的に完備だ。マメダには本当に救われたね。恋とに望むのは、この後はもっとマメダの秘密は守り続ける必要があるということを踏まえることかな。文庫が語った落語の話が従来とは違う結末であるのに、観客が驚いただろうか。本作は、昭和元禄落語神獣や、宇頂天家族ではないが、独自の個性と価値を持った、 完璧に愛らしい娯楽作品の座に添えられたものになりつつある。最後、文庫は豆田をからかうというより、ご褒美を与えていたように思う。文庫の膝の上に寝かした豆田をくすぐる。この二人はとても気の合った関係、ラポートを築いていってるね。ね、クロパーさんさすがの語彙なんですよね。で、このね、落語の話が従来と違う。 これはあれですよね。話し方によって微妙に変わったりとか結構あるんですよね。ただまあそれはわかりませんけど、私あんまり落語の世界は詳しくないんで、勇気いりますよね。確立された綺麗なお家に対する自分なりの挑戦をするわけですからね。違うことあるでしょうけど、その重みというか、それが滑った時の代償の大きさは、その時々話し方によって違うかもしれませんね。で、OK。 君のコメントを読んでちょっと思ったんだが、この作品、実は昭和元禄落語神獣への入門として見るのに、良いものになるのではないか。というか、絶対に必須ではないのだが、少なくとも第一シーズンの楽しみが増えるはずだ。う、は、ん、あ。第二シーズンはまだ見ていないが、必ず見る。みんなはどう思うというね。うん。まあこれはね、すぐメクラバーさんの返信があるんですけど、まあ私もほぼ同感かな。 確かに落語の基本への気楽な導入になる。SGLS よりずっと硬派ではない。必須の作品ではないが、確実に気持ちのいいものではある。うん。まさにその通り。ただその SGLS の方が、どのぐらい導入に段階を打てるからなんですよね。ま、あすごい確かに。うん。硬派。ハードコロであるのは間違いないみたいなんですけど。うーん。で、あとこれね、やっぱこういう反応あるよなっていうね。大爆笑。豆田が三味線に変身して、一見落着させてくれるとは予想していなかった。 飲んでた水を吹き出してしまったよ。そして、彼女はとてもうまくやった。オーマイが豆谷三次を。で、それの返信で、三味線が折れたが早いか、彼方にそれが来るのが見えたけど、関係なく、とても楽しませてもらったよ。というね。やっぱ皆さん、鋭いですね。私がボンクラなのかもしれないですけどね。あと、これなんですよね。これね、あ、そうだ。これは、あのー、前回豆だよ。すまんかった。証拠もないのに。貴様が犯人だと。 決めつけて、て、おお茶とと盆ををあそこにに置いい小糸の足を滑らしたのは誰ななんん、だ。本気で気でる。う,ーんという。確かに豆だかどうかは確定はしませんでしたよね。あの部屋にいて、で、盲目の人がいるからってことで気遣うことにまだ不慣れな豆だなんで、馬だろうとね、思ったんですけど、でも、ね、あの小屋にそんなことする、あえて悪意を持って小糸さんにしそうな人はいないんで、 豆田なんだけど、やっぱり、なんかその辺は誰が一体っ,っていう、あのー、おまっさんの、あの辺の追求は特になく流れていったんかな。うん。ただこれはちょっと、このコメントをお読みして、ちょっと疑念が復活しました。豆田じゃない可能性あるっていうね。まあわかんないですけど。で、コズミックペンギー先輩。へえ、意外だわ。文庫の隣の三味線は狸の皮を使ってるのかと、狸の弟子をいじった発言には大笑いしたよ。 今日の一席がいかに面白いかの本当に良い象徴だ。ふざけたたぬき。次回は舞台に上がろうなんて考えるより前に、あらゆる状況で人間の姿を保てるようにしとくんだぞ。あと、私にとっての目玉は、メガネの豆だと、シャミセン形態の豆だだ。まあもう一つ可愛いのに、寝ている豆だかな。今なら、よだれつきだ。<laughs> あいつ本当にさ。そして、 彼女はすべての話を一生懸命に覚えようとするのが、実は悶々であることを私にばらしてしまうだけだった。笑い。で、これは多分、ノンコンテキストの素材にできるね。というね。やっぱりあれは思う人いますよね。あの、前後の脈絡なしにいきなり見せられると何が何だかわかんない画像っていう、確か、えー、サブレリ,リットだかあります。この人が挙げられてるのはこれですね。えー、変身しながら演奏され中の豆田さんと。 で、笑い。恋とは豆田がずっと狸姿でいると思っていたんだ。それも間違いなく眺めのいい光景になるだろうね。あれは彼女の落語家としての得意技になるのかもしれない。落語する狸は確実な客寄性になるだろう。とにかく、豆田の態度における周りの人の話を聞いて学ぶことを通じた少しずつの変化がとても気に入った。彼女は最初、できる限り早くやりたいという気持ちだけから始まり、しかしその気持ちがこびりついている一方で、今は全座オープナの になるのにすら、時間と真剣な努力が必要だということを理解した。そして自分はまだ何一つ、十分他者に近づいたと言えるところにいないと認められるだけ、謙虚にまでなった。でね、これすごかったっすね。小糸一つ意味しうるのは、strings, threads, が、三味線。意味は三本の線。奏者と気づいた瞬間、弦が切れてしまった。っていうね。いや、これねー、うん。そうなんですよ。これただね、小糸っていうあの字幕に出てくる、 のをご覧になっててもわかんないですもんね。小糸さんの字をどっかで探されてて、か、なんかで気づかれて。で、あれが糸っていうね、意味だと知っている。出ないとわかんないですもんね。すごいわ、これは。でね、やっぱりこうやって結構顔馴染みの皆さんがまだ残ってらっしゃって雰囲気あったかいんですけど、OBVS Throwaway5120 さんもまだいらっしゃいますね。こっちは失速しないでいけそうかな。まあね、まだ実は、そうだ。エピソード数を。 うん。マ、ま、イ、あ、アニメリストでは13話になってますね。じゃあ結構まだあるんでわかりませんけど、うん。やっぱりあのー、<laughs> しつこいですけどね。前説の時のトラウマがありますんで、あの時ほどではなさそうかな。ホビュース t h r o w a w a y 5 1 2んです。本当に狸姿の豆田は史上最高に可愛いよね。文庫もチララをからかったり、楽しいことがあったね。指を失うどころか昇進したのは良かったじゃないか。そういえばあの話じゃなかったっすね。 どのぐらい常識かとかわかるかと思ったんですけど。いつも最後はふわふわの話になっていないかはは。<laughs> こいとは豆田のふわふわの尻尾に触りたいだけなんだ。その秘密を守るのはど下手なんだけどね。豆田が勉強しようとして結局寝落ちしてしまうのは、要するに私の学生時代だと言っておかねば。学校で大変優秀ではなかったけどね。はは。というね。すごいなんかみんなの学生時代のエピソードみたいな。三味線の豆田。うん。あんな変身を見るとは思わなかったね。 ポフと言ってしまうまでは、ほぼ維持していた。すごく可愛らしい。<laughs> あと、男を殺してしまって、今はすごく後悔しているので、自殺するところだ。一緒にどうだいうっとりっていうね。そうならんやろ。これは本当にならんやろ。このね、スーンっていうのが、まあ日本語で言うと、うっとりみたいな、急ーみたいならしいですね。<laughs> あとね、これ。変な質問だが、 イースタイでは、タヌキは何年ぐらい生きるんだ現実の動物の寿命は約11年らしいが、イースタイでは、もっと大幅に長生きなんだろうと想像するんだが、というね。うーん。これは、ね、あのー、あれ中座になるのに、でしたっけ ?10 年ぐらい。真打でしたっけ忘れましたわ。まあ、要は昇進していくのに、年単位で時間がかかるというのを聞かれて、私もね、あれタヌキの寿命ってうん。<laughs> 思ったんすよ。 そしたらね、全く同じ心配を抱いてる方がいらっしゃいまして、でね、ただそう、マムダは化け狸なんで、タヌキの寿命を聞いても参考にならない可能性があるから、<laughs> ね、これは、うん、変な質問だがっていう、このためらいがちの書かれ方はすごくわかりますね。そんなもんあんのかっていうね、化け狸の寿命と言われてるものを聞かれるっていうね、うん、わかるわかる、この感じ。っていうね、ディスカッションされていた皆さんですが、今回どの辺に反応大きいですかね、うん。 これ冒頭のリキャップは何なんだなぜここに ?6 はわかんないですけど。ありましたっけ今までも。リキャップがあって、本編あっけうん。そう、これはね、豆田のこの反応は意外だったんですよ。ただその前に、もう全座っすか師匠。大丈夫っすかと思う方ら、まあ全座そんなもんなんかね。これはね、その時の大体の監修とか師匠の判断でしょうから、そっかーっていうね、早、はい感じしたんですけど、 まあでもね、一方、豆田は、確かにすごく頑張ってるし、もうだいぶ覚えてますもんね。まあ完璧って言ってんのは、うんそんなに大げさじゃないんでしょ。結構自信はあるんでしょうね。で、この意外な反応ね、そんなに、うん、頼もしいですね。と思っていたら、悪夢を見始め、急転直下、<laughs> これは逆方向に極端に、 行きましたね。悲観的になりますね。どん底まで。まあ皆さんからね、ちょっとずつ助言いただくんですけど、シララお嬢様とは本当に仲良くなっていてね。よかったですね。優しいですね。お嬢様。で、うん。やっぱこのね、狸が街中でサイダー飲んで酔っ払って瓶持って歩いてるぐらいじゃ、あ特に何ともならないんだから、特にバレても大丈夫そうな感じはしますけどね。違うんですかね。師匠がおっしゃってた。うん。で、意外。 やっぱり真剣に考えてるから、あって、街中で耳に入ってくるものから、なんかその、この状況を打開する手がかりを思いつくんでしょうけど、一旦思いっきり緊張する状況でやってしまえば度胸がつくというのは納得ですし、そのためにどうするかっつったらラクダさんのところか。へえ、これは意外だわ。うん。いいっすね。この流れはね、早速、ラクダさん再登場で、なんだかんだ言いながら、不思議な、その、 接近というか、うん。ああってね、ところどころ悪態をつきながら付き合ってくれるラクダさんと、ま、あそれはね、シララガーっていうのが聞いてるんですけど、マメダの方でも、それに応えて真剣に本当にやってるし、ラクダさんのあの助言からね、自分に当てはめて考え、で、勇気の源にできるものを探し出すっていうね。うん。この辺はお互い本当に誠意あるな。で、最後師匠に、うん。 悩んでいたことを打ち明けるんですが、へぇ、師匠は全然心配されてないですね。いいんすかと思っていたんですけど、次回のサブ隊と合わせて考えると、やっぱり師匠の中では最初の一歩は転んで当然ぐらいの感じなんだ。っていうね。で、その東の旅。これは本編中でも、シララさんがおっしゃってましたけど、改めて、しっぽなのしっぽで解説ありますけど、うん、そういうもんなんだな。 髪型ってとにかくその途中ありましたけど落語ってのは一人でできないと。それが江戸落語よりさらに顕著なんですね。髪型落語っていうのは本当に一つの舞台。うん。だからやっぱ私方が特にね、見たことあるといえば江戸落語ぐらいの人間からすると本当になんか舞台演劇に近いですね。道具も多いし劇版さんがそのお話の一部を形成するっていうね。うん。これはなかなかやっぱり江戸落語能の 人間からするとすごい新鮮なことがね。まあ毎回あるんですけど、今回改めて、うん、こういう小道具とかについて教えていただいて、で、次回はね、やっぱりサブ隊から想像する通り、うーん、めださん早いっすね。これちょっとね、心配されてたんですよね。序盤では。あの、ついに我々は豆だが舞台に立つのはおろか、 落語の練習をしてるのすら見ることはあるんだろうかというね、なったんですけど、結構中盤でもう豆田さんの多分ね次回。前座か。へえ、良かったですね。私もこれは良かったっすわ。さあ、どのぐらいね。 今回からさらにどのぐらい上達してるかとか、まあ、やっぱりなんかしらやらかすんでしょう初舞台はね。だし、それをご覧になったお客さんの反応とか、さらにそれを見た豆だとか文庫賞のね、反応を思われることは何なのかとか、予想ありますかねとかが皆さんの反応も大きいですかねなんで次回までの間にまたそういうところをいろいろと拝見してもらって、何か面白いことがありましたらお話しようかなと思っているところでございます。っていうとこですかね今回は。そんな感じで、 うちの師匠は尻尾がない第6話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた